大好きです。大好きって直接何回も言いました。じゃない子結婚なんですけど、はい、ファミって大好きになって、でもリンダリンダリンダとかも2回ぐらい見たし、てない子結構映画館でも見たんですよ。まだすごく気になって、そしたらわあこの映画すごい素敵と思って調べて、山下監督っていうんだ。いいなこの青春映画出たいなってずっと思ってました。絶対やりたいって言って絶対やりたい絶対やりたいって言って、でどうしたらできるのってずっと言ってました。2チャンネルぐらい喜んだのは初めてでした。出演者の方はちゃんと決まっていなかったので、とりあえずこういう話があるよっていう段階で去年の夏にお話いただいて、あとはもうスケジュール次第だねって言われて、どうしたらできるのみたいなずっと願ってました。特にまずお会いするって言われた時の楽しみ感が半端なかったですね。明日会えるんだみたいな明日会えるんだどうしようみたいな、そんな感じでした。もうそのまんまですごい、もう私多分キャーって言ったと思いますでもすごい厳しかったですね。厳しいけどそれが全て正しいっていうのがすごく分かりやすいぐらいはっきりと演出してくださるので、多分監督の中にいろいろ出来上がってると思うんですよ、その真相のシーンが。だからそれにいかに近づくかっていうのをもうすごいリハーサルがもう1時間2時間とかワンシーン平気でやって、で回して大体1回か2回で OK みたいな、そういうやり方でした。ずっと「すこちゃん透けてるよ」とか自然でしょって、まあ、あれ台本じゃない、違います、あれ台本じゃない、全部そのままクレイジーなまんまです。難しそう。清水ですか。はい、私は全然大丈夫です。監督曰くなんかその清水の格好してくれるかどうかが肝だったって言われて、私ももともとなんか優勝合わせの時に「じゃこれ着て」って言われて、そのまま「はい」って言ってきちゃったんですよで、あいいんだってなったらしくて、監督の中でも断られるかもみたいなと思ってたらしいです。私はもう決まってるものだと思ってたので切って、で監督にどうですかって見せて、なんか監督にちょっと覗いて、あいいですねなんかすごい不思議な気分でした。あこの格好するんだと思って、映画とか作品の中でのキスシーンとかそういうシーンはすごい早くなんか受け止めてほしいと思います。そういうのはなんか別に自分の中で抵抗もないし、でもう求められたらやりたいと思っているので、これからもそうですね、納得すればやるという、何でもいいと思ってます。私そこに対して何の抵抗もないんです。ヌードとかでも全然必要なら必要ないんだったらやる必要ないと思うんですけど、そうした後のことが気になるんですけど、何するのかって感じですね。分かんないです、もしかすると一瞬皆さんの前から消えちゃうかもしれない一瞬で卒業するとやっぱり恋愛禁止っていうのもなくなるわけですけど、あすごい言われますそれ、秋元さんにもいいよって言われて意味が分かんないですいいよと言われても、いやだって7年間ずっと AKB でしたし、いきなりそんなそこに対しては自然なことじゃないですか、恋愛していいよじゃあしますって意味分かんないしそうは絶対いかないし、いや分かんないです、そこに対しては私はどうしていいのかが。まだ早いですよ、まだ早くないですか、まあ、けどもう来月ですからね、まあ、21歳でなんか熱愛とかなんか嫌じゃないですか私の中ではまだ21ってすごい子供のイメージがあるので、何歳か25、6歳になったらそういう恋愛してもいいんじゃないかなって思います。それまでは自分のやることをやりたいです。ちょっとずつ山下ワールドがいっぱい入ってて、なんかちょっと昔の映画を見てるような雰囲気にもなるし、その中で私が一番面白いなと思ったのはそこです、あの動物ごっこのシーン意味わかんないじゃないですか、動物ごっこのシーン面白いですよちょっとギリギリラインなんですよ、なんかすごく動物ごっこのところあそこが私はすごく笑いました、
あまり本筋じゃない。そうですね。ちょっと関係ないところです。全然内容がない部分で。本当に私はその北町カンタっていう森山さんが演じる北町カンタっていうのをすごく好きになったし、なんか憎い男なんだろうけど、私は全然好きになりましたね。でなんか男性の方が見るとなんかすごい共感できるって、すごいいろんな方に言われるので、まあ、若い世代の人に見てほしいなと思います。19歳っていう設定でもあるし、一応青春映画だと思います。青春映画はい、一応青春映画だと思います。